スミンの過激派ヴィーガンの矛盾、ついフェミの献血騒動、ついフェミ敵作りすぎ問題がネットで話題。内容はこちら。 X ミンのヴィーガンとついフェミに関するポストが話題のようです。ではそれいけアッキーさんのポストより内容を見てみましょう。それいけアッキー、過激派ヴィーガンの矛盾。動物の命奪うな、お前ら最低だ。肉フェスボイコットしてやる。ケンタッキーに営業妨害してやる。今日はチートデイなので焼肉。家畜以下じゃん。ついフェミの献血騒動。このポスターは不適切だろ。献血ボイコットしてやる。オタクの血を汚い。お前ら献血行ったの？ついフェミ敵作りすぎ問題。女の方が不利なんだから男がおごれよ。離乳食の無償化。独身女性が安らげる場所が減るだろクソ。胸のでかいイラストは性的搾取だ。お前のこと誰が好きなん？結局ヴィーガンとついフェミなんて、信念なんて大して持っていない活動家みたいな存在なのでしょう。では次に。ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。ヴィーガンなのに肉食べれる日を決めてるの謎よね。日々身勝手な主張でよそ様に迷惑かけといて、てめえはチートデイとかなんなん？舐めてんの？チートデイを設けている時点でエセなんだよね。ヴィーガンの人にチートデイなんて存在するんだ。初めて知ったわら。家畜がかわいそうじゃない。圧倒的な矛盾。あいつら、肉食うんか。ヴィーガンのチートデイ。意味不明ですね。次はこちら。野菜だけを食べる人がいるなら、肉だけ食べる人もいることを理解する。これが多様性じゃないか。本当はバランスよく食べた方がいいんだが。ヴィーガンしますしませんも、要は多様性なんだろ。押し付けせずに、好きにしたらいいだけ。生きるっていうのは他の誰かの命を食らうこと。野菜、植物にも命があるんですけど。ヴィーガンにしろついフェミにしろ、他人に思想を押し付けるから嫌われるのです。次はこちら。肉全部食わんというのは単純に栄養が偏る気がするが。なんでそんな縛りプレイすんのか、わけがわからない。アミノ酸取らないとイライラしやすいのかな。日本の食事の前に、いただきます、の言葉には深い意味がある。脳に栄養がいってないんだね。栄養価が偏ると、脳みそがまともに発達しないんですね、わかります。ヴィーガンではなく、ただの社会不適合者で精神疾患者だからね、わら。やっぱり人生楽しんだもん勝ちだね。ヴィーガンなんてするから、いつもイライラしてしまうのだと思います。最後はこちら。別にお前らがヴィーガンだろうがフェミだろうとどうでもいい。だが、関係ない人まで巻き込むな。すぐ無関係のを巻き込むから嫌われる原因になる。所詮は、私が幸せじゃないのは私以外の誰かが悪い、の集団が他人に八つ当たりしてるだけやからな。理屈なんかあるわけもねえわわら。理由なんてないんですよね。相手を罵ればいいだけですから。だってこいつら、過激な活動してる俺かっけー、だもんな。フェミやヴィーガンには左が多い。だって、獣のように凶暴なんだもん。過激派じゃなくファッションヴィーガンじゃね？ヴィーガンとついフェミの正体、ほぼバレてきていますね。結論。日本にはびこる過激派ヴィーガンとついフェミの存在。両者ともに、自らの歪んだ思想を振りかざし、あたかも自分の思想が正しいかのように振る舞い、他者にその思想を押し付けようとします。しかし、両者の歪んだ思想から来る主義主張は、明らかに世間一般とはずれており、常人からすれば、ただの迷惑でしかありません。過激派ヴィーガンとついフェミの皆さん。両者ともに、独自の思想を持つのは勝手であり、個人の自由です。しかし、その思想を他人に押し付けないでいただけます。いちいち発狂しないでいただけます。ただただ迷惑ですので。何卒よろしくお願いいたしますね。
ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。